精神の自由とはすべてのインドの宗教が究極に目立つものとして魂の下脱を説いているのです。人間は瞑想による自己の内なる真の我に個人としての尊厳を意識するのです。個人のすべての営みは 個人的自我のの発言として表現されるのです人間は自己の魂のうちに普遍的なるもの宇宙の真理といったものの存在を意識するのです。この精神的自我ともいえる魂は思考の境地を得るため自己の欲望といった 小さな個人的自我を放棄することが必要なのだこのための行は個人と永遠の真理との合一を目指すものであるインドヒンドゥー教の聖地であるメナレスの下灰や森の中洞窟にこもり瞑想に打ち込む修行者 茶道たちはそういう修行に打ち込み一生を捧げる人々なのだ。インドでは詩と哲学が自然の形で平存しているのです。それは古代の宗教であるバラモン教の祈りであるベーダーそのものが。 死であることに起因するのだろうこのことはインドだけではなく旧約聖書においても主編として残っておりユダヤ教の祈りイスラム教の祈りも死なのだ古代の祈りは牢礁であるからおのずから隠律を生じ 無駄なくは削り取られ人々の心に響く人なるのだその祈りの一例を紹介しよう神よ真実ならざる者から真理へ我らを導き給え真理こそ我らの目指す歓喜なのだ精神の世界において 我々の魂は自我から解放され真の自由を得るのだ。下脱という考え方はインドの民族の生活に深く根ざし祈りや心の純粋な表現として神に訴えられてきたのです。仏教においてはダラニ教という教文が 仏に対する記念の念を死に託して経文として仏に捧げる経文であるのだガンジーは言っている「真理の神に対する忠誠は他のすべての忠誠に勝る」「ガンジーにとって忠誠を捧げる存在は イギリスの圧政に苦しむインドの大衆であり貧しい農民たちだった。ガンジーは死でもって民衆を鼓舞する詩人ではなく、自分の救いを求める愚造者でもなく、聖人でもない。ガンジーは非暴力、不服従で、 イギリスの圧政に対抗した社会活動家だった。ガンジーは無言の民衆の心の中に神を見いだし、神への献身がインド独立の父へと彼を駆り立てていったのであった。私はこの文章でタゴール、ガンジー、ネルー、 ジンナ・アンベドカルトインド民衆の独立と自由を求める戦いの指導者の精神のもとにあるインドの宗教的真理を求める心の姿勢を見つめていくつもりだインド独立闘争におけるガンジーの言動には多くの批判があり 抗体妥協政治的組織があったのも事実だこれは人を社会を改革しようとするものには不可避なことなのだこの点自己完結する詩人とは立場の異なる世界での苦闘なのだしかしガンジー的とも言うべき インドの宗教哲学に基づく社会運動に現在に生きる人々が学び活用する価値があると私は思っているのです。それが古代ベーダーの祈りからウファニシャッド哲学ガンジネルジンナーアンベドカル さらに、支配集令へと続く政治的、社会的改革者たちの思想と行動を改めて見直す理由なのだ。ガンジーの断食という行は、自己の内面の声に耳を傾け、宇宙の 絶対の真理に忠実であろうとした彼の謙虚さ誠実さの表れであったのだろうかガンジーはヒンドゥー教徒とイスラム教徒との融和を願い宗教の共存民族の統一に献身したこの思想はネルーに受けた スがれジンナーとの独立をめぐる争いがあったのだガンジーは人を指導する人たちはその人自身が純粋で潔白でなければならないと自己自生の人生を貫いた人だったと言える私はインドの独立 虐げられてきた民衆の自由を得る戦いの指導者だったガンジネルー、イスラムの民の独立の父、ジンナー、不可植民解放闘争のアンベイドカルの精神の根底にある真理への探求心、謙虚さといった点に、 注目して見て見いくつもりだこのことが国境を接し対峙する中国共産党政権とインド政権の政策の違いに現れるのではないかと思っているのだ。1959年31日にジャワハル・ラル・ネル・ 初代インド首相はダライラマ14世のインドへの亡命を受け入れたのです。1959年10月20日に開始された中印国境戦争以後もダライラマ14世を保護し続けインド北部のダラムサラの地にガンデポタン これはインド亡命政府のことですがガンデポタンと多数の亡命チベット人を今日まで受け入れてきたのですこのネルーの政治的決断にガンジーから受け継いだ人間愛と真理への信念があるように思うのですししかしその後の後 インド政府の亡命チベット人に対する対応は次のように推移しています。2004年10月20日にマンモハン・シン第13代首相はダライラマ14世との会談において、インド国内でのダライラマ14世の 政治活動を見つめないと表明し2008年にシブシャン・カール・メソン外務次官は「ダライ・ラマ14世はインドを拠点に反中華人民共和国活動をしないことを約束している客人である」と述べています。強大な 中国共産党政権と対峙するインド政府としての現実的な対応であるだろう。その結果、ダライラマ14世は政治指導者の地位を選挙で選ばれた政治指導者に委ね、自らは亡命チベット人に対する精神的指導者に徹し、 さらに世界の人々に仏の慈悲の心による愛を訴える活動に専念しているのです。これはキリストによる博愛と同じ訴えなのです。話をガンジーに戻すとガンジーの政治的手法である非暴力という手段は。 いつでも通用する手段なのかという疑問があるのです。強大な中国共産党政権と対峙するインド政府は、ダライラマ14世の亡命、チベット人の亡命を受け入れ、保護すると同時に、軍備強化を図り、強力な陸軍、海軍、 原爆ミサイル原子力潜水艦空母を持ち自国の安全保障自国民の安全を確保する政策を進めているではないかこの保護している人民の中に亡命チベット人の生命も保護されているのだ。 ダライラマ14世及び亡命チベット人たちはインド人に対する感謝の念を忘れてはならないだろう。2022年1月20日 INU 研究機構学長教授久保です。